せーの、パパラピーズです。最近田中が調子こいとるんですよ。僕に対してめっちゃドッキリとかバンバンやりやがって、まあみんな結果的に面白いと言ってくれるのはいいけど、ドッキリを受ける側としてはもうすんごいイライラするんですよ。今日お決まりのね、早めにスタジオの方に来まして、今日はですね、田中側にドッキリを仕返しをしようと思いまして、そちらの内容が、ジンジンがいないところでジンジンの悪口をどういう、ごめんなさい、今日の検証内容はですね、人事がいないところでスタッフから人事の悪口を聞かされた田中側、一体どんな反応をするかという検証ドッキリになります。イエーイ。いや、一緒になんて悪口言いそうやな、あいつ。この電話を使ってスタッフさんに電話をつなげながら、ジンジンが指示をします。悪口の指示をね。ここはもう待機室って感じなんで、はい、ということで皆様、ドッキリスタート。ジンジンさん、また遅刻ですかね。ジンジンさん、また遅刻ですかね。多分なんか遅くなるって聞いてました。いや、頼んでますね、めちゃくちゃ。最近多いですね、これ頼んでますね。多いですよね、確かに。全然経えへんから。っていうか、最近ジンジンさんなんかやばくないですか。大丈夫ですか、田中さん。最近なんかジンジンさんやばくないですか。やばいって、なんか体ですか。確かにデブすぎると思いますけど。前、打ち合わせの時とか遅刻してきたくせにミスはないんですかみたいな態度がでかかった。この間、はい、打ち合わせ、この間もちょっと遅刻していらっしゃったじゃないですか。ああ、はいはいはい。あの時に遅刻してきて、ねえ、水はないのみたいな。水はないの、やばすぎやろ。なんかあれと思って、最近大丈夫かなと思ってます。何言ってんねんって感じですね、水の愛のって。自分で買ってこいって言ってください。結構スタッフの間で評判が悪い。スタッフの間で評判悪いんですか。ちょっと、そうですか。田中さんは被害ないですか。田中さんとかってないですか、人事さんに対してそういう不満的なもの。不満的なもの、うるさいのとでかいぐらいです。はい、どうしようもないから。それは YouTube に対する取り組みとかも最近編集とか遅れたりしてたるんでるから、すごい会議してるんですよ、ジンジンさんに対して。結構うちの会社としても会議するぐらい。あ、そうなんです。会議するぐらい。あ、そうです。でも確かに、まあ、投稿ちょっと遅れてるとかはたまにごめんみたいな、今日の9時ぐらいに上がるとかっていうのはあるから。結構ありますよね。まあそうですね、最近ちょっと多いから。そのままで前に話したんですよ。あ、話したんですか。そうですよ、なんか遅いのはやっぱあかんっていうか、ちゃんとしようっていうのを言ったんですけど、本人には3回ぐらい呼び出して怒ってるんですけど、全く治る気はいないです。一応こっちから3回ぐらい呼び出して、ちょっと言わせてもらったりしてるんですけど。あ、そんなことやってるんですか。ちょっとジェンジさんだけ呼び出させてもらって言ってるんですけど、知らんかった。田中さんからってなんか結構言ったりしてるんですか。いや、でも私何にも言ってわんかもしれないです、うん、なんか企画の話でちょっとなんか話食い違ったりとかした時はもうその場でお互い言うから、別にそんなジェンジになんかいきなり言ったりとかは思わないですか。ジェンジも思わないから、もう田中さん一人で個人チャンネル始めたらどうですか。田中さんだけやる気ある感じして、田中さんかわいそうですしね。そんなことないですよ、別に。本当ですか。はい。しかもなんか、ジンジンさん、あんまり面白くないから、ね、田中さん一人でチャンネル始めちゃった方がいいんじゃないかな。ジンジンさん、おもんないから、ほんまにおもろい。その言葉が一番面白いですわ。まあ、確かにあの滑ってんなって思うことはいっぱいあります。あの、そうですよね、やっぱり。でもそれをなんかほんまに自分思わないでっていうのを言うから、人事に対して、うん、けどなんかね、もう受け狙ってないからって言うんですよ、絶対。だからまあまあまあ別に何でもいいですけど、その、もう個人チャンネルはないかな。どうなる、ないですかね。ちょっとこの機にもう真剣に一人で個人チャンネル真剣に考えませんか。ちょ、まあ会社としても真剣に個人チャンネル考えませんかっていう提案させていただいたら、はい、
どうですかね、田中さん的に。個人チャンネル、あ、でも普通に自分的に個人チャンネルをやるのは全然やりたいです。ポカロピーズの解散とかを考えてない？あ、それも全くないです。あ、考えてない。はい、マジで考えたことないですね。だからポカロピーズ解散して一人でやるとかだったら全然やらないです。いや、泣きそう。人事ですか。遅刻してきた人事さんに対して。確かにおもろいかもしれん。田中川さんブチギレドッキリ。あ、私が切れますか。オッケーです。はい、田中川さん切れてみますか。あ、了解です。おい、田中が超遅刻な、全部聞こえとるぞって、ちょっと強めに怒らってください。おい、田中が超遅刻な、全部聞こえとるぞ。いきなり船木さんバリン。おい、田中がどうしたんですか。あの、実は何これ。はい、ということで、ジンジンがいないところでジンジンの悪口を言われた時、田中がどういう反応をするかという検証の時、司会して全部こちらのね、電話で悪聞こえでしたけれども、カメラがまずどこかちょっと分からない。こちらでございます。いや、すいません、あの、これからパパラピーズ解散して、あの、個人チャンネルだけをやるっていうのを大丈夫。あ、一人で。私一人でパパラピーズ解散します。ありがとうございました。ありがとう。